ゆりかごと遭遇しました。よし、いいぞ。ゆりかごの情報が少しでも得られる。いかがされました？レオはゆりかごと元老院の関与を疑っている。今の音声からお分かりになるのですか？あれは絶対防壁フェリオンだ。ええ、ここです。絶対防壁フェリオンという言葉を使っています。それが？絶対防壁フェリオンは西王朝の特権法術。西王やその側近と元老院のようなごく限られた立場しか行使できないものですから。なるほど。だからレオはあえて音声の詳細については語らず、元老院の監視が及ばないゼップとコンタクトを取るように促したのか。急ぎましょう。ゼップとのコンタクトは？はい、問題なく。少し引き返す経路になりますが仕方ありません。進路を変更し全速で航行してください。ここはどこ？バックヤードよ。うっ、またあんたか。って、バックヤード？どこですかそれ。聞いたことあるようなないような。てか、そんなことよりなんか体がだるくて頭が重いんですけど。生身でも耐えられるようにあの男が作ったフィールドの中よ。ちょっと息苦しいかもだけど、じきになれるから我慢なさい。え、あ、はい。ところで、なんで俺はこんなところにいるのでしょう。あの男に会いたがってたでしょ、伝言があるからって。はあ、で、え、じゃあここにあの男がいたりしたり。そうよ、彼と面と向かって話せる人間なんてそうそういないんだから。役得じゃない。マジなのですか？え、なんかちょっと僕緊張してきちゃったな。新鮮な反応ね。あれ、でもさ、伝言はあんたに伝えたろ。残念だけど、あなたの発した言葉は二次複製が禁止されている特殊な文言なの。だから私から彼には内容を伝えられないのよね。僕ちょっと理解力足んないかな。ガタガタうるせえな。黙ってついてくりゃいいんだよ。は、はい。戻ったね。お待たせ、連れてきたわよ。ありがとう、イノ。こいつが。あんたが。はじめまして、アクセル・ロー。こんなところまで呼びつけてすまなかったね。はじめまして。因果律干渉隊。君のことはよく知っているよ。そうなの？早速で申し訳ないけど、聞かせてくれるかい？え？オリジナルから僕への伝言を預かってきたのだろ。そうでした。ちょっと大丈夫？しっかりしてよね。すみませんね、ちょっとボーっとしちゃって。じゃあ行きますよ。この音、普通に喋ったはずなのに。やっぱりね、第三者が立ち会っても本人にしか聞こえない仕組みか。オリジナルはさすがの格ってところかしら。なるほど、そういうことか。どう、元老院の目的ははっきりしたんじゃない？これで全てがつながった。あの第二次聖騎士団選抜大会などという茶番劇の説明もつく。少々後手に回ってしまったけどね。クロノス、これ以上君の思い通りにはさせない。お取り込み中すみません。ああ、失礼。
伝言は助かったよ。俺はもう帰っていいかしら？もちろんだ。しかし何のもてなしも礼もないままでは申し訳ない。いやいやいや、お気遣いなく。ちょっと先を急いでますから。それは残念だな。茶菓子くらいはと考えていたのだけれど、バックヤード独自の製法でね、多分ここでしか食べられない味なんだ。よかったらお土産にでも。一つ質問していいですか？あんたがそのジャスティスとかギアを生み出し聖戦を起こしたあの男なんだよな。ああ、そうだよ。気を悪くしたら謝るけどさ、俺にはあんたがそんな悪人には見えないんだけど。ごめんなさい。やっぱ何でもないです。お菓子いただいていきます。ごちそうです。そんじゃさよなら。って出口どこ？あんたさ、もうちょっと怖いキャラ作っといた方がいいんじゃない？そうかな。エルフェルト・バレンタイン、出来損ないの人形どもを虐殺します。はあ、2回目だけど相変わらずバイオレンスな寝言だぜ。聞かれちゃいました。おう。やだ、恥ずかしい。恥ずかしいのかそれ。だって女性としてのたしなみが。たしなみってなんだ？もういいじゃないですか。それより今日はどうしたんですか？別に。特に理由もなく乙女の寝顔を見てたんですか？あ、それってどうかと思いますよ。デリカシーに欠けます。いいじゃんか、減るもんじゃないし。減るんです。自尊心とか私の対外的な評価とか、それにこういうことに慣れてくともうどうでもいっかとか思うようになって女子力が減ったり、この恥ずかしいことを思い出して睡眠時間が減ったりして寿命が減ります。きっと変な寝顔でだらしなく。あ？よだれとか垂れてました？いや。セーフ。笑い事じゃありません。いや、エルは本当に感情があるんだな。前のバレンタインとは大違いだ。認めてくれるんですか？私に感情があることを。え？だって普通にあるじゃん。感情のない奴がそんなにワーキャー騒がないだろ。意外です。だってソルさんは私の感情を偽物とかお芝居だとか言ってたから。ああ、親父は頭が良すぎてバカなんだよ。何でも説明できないとすぐに眉間にシワ寄せちゃうからな。そうなんですか？人のいないところで陰口を叩くとはいい度胸だな。ソルさん。なんだよ、本当のことだろ。てめえが考えなさすぎるんだ。少しは警戒心っていうものを覚えろ。大丈夫だよ、エルは悪いことなんかしないだろ。はい。ほら、真に受けすぎだ。大体エルフェルト、てめえもだ。真から何か聞き出そうとしているなら無駄だ。こいつから意味のねえ話か間違った情報しか出てこねえぞ。くそ、反論できねえ。でもよ、親父たちの方はどうなんだ？ゆりかごの次の行動ってやつは何か分かったのかよ？今、イルリアを中心に世界規模で対策会議が組まれている。もっとも情報が少なすぎて足踏みを続けているようだが、こちらの情報を渡せれば少しは進展するかもしれない。なんでそうしないんだよ。犯人が元老院だからだ。
奴らの息がかかった人間は世界中に5万体いる。どこで聞き耳を立てているかわからん。関わる人間が多くなるほどこちらの作戦がバレる可能性も上がっちまう。じゃあ元老院の仲間を全部どっかに閉じ込めときゃいいじゃん。奴らの仲間は世界中にいると言ったろ。そいつら全員を疑ってたらキリがねえ。なんかめんどくせえな。まったくだ。せめてゆりかごの足取りがつかめればここの戦力だけでどうとでもなるんだがな。エレはわかんないのか。ごめんなさい。ここにいたか。ソル、協力者を得られるかもしれない。カイ、どういうことだ。レオも元老院のことを疑い始めた。少し引き返す航路になるが、本船はツェップに向かうことにした。ツェップ？レオも独自のホットラインを持っている。ツェップの回線は特殊で、イルリアの技術では傍受できない。おそらくそれを使って彼と連絡を取り合おうということだろう。ツェップは国連非加盟の独立国家、元老院にも真っ向から対立している。浮遊大陸国家だから外部との接触も極端に少ない。なるほどな。イリュリアの中にも頭の回る奴がいるってことか。ああ、ツェップ到着前に話がしたい。ちょっと来てくれ。はあ、まったく親父は本当に頭固えよな。シン。え？シン、どうしてシンはソルさんのことを親父って呼ぶの？そっか、俺たちばっか質問してたけど、エルは俺たちのことをよく知らないもんな。よし、いいぜ、何でも聞いてくれよ。うん、シンはカイさんの子供って聞いてたけど。親父は俺の育ての親なんだ。ガキの頃に預けられてさ、二人で旅した時間がエキサイティングすぎて親子のような絆ができたって感じ。そうなんだ。でもじゃあカイさんのことは、なんでお父さんって呼ばないの？なんかさ、今更照れくさいっつうか。よかった。よかった。シンはカイさんと話すときなんか他人行儀に見えてたから、嫌いっていうわけじゃないんだよね。ああ、嫌いじゃねえよ。昔は大嫌いだったんだけどな。え？俺の母さんはギアなんだ。だから世間の風当たりってやつ、そいつが厳しくて昔はずっと日陰で暮らしてた。ガキの頃はこんな生活いつまで続くんだ、誰のせいで母さんがこんなに苦労してんだって。俺はそれを全部カイのせいだと思ってたんだ。でも違った。カイは母さんと俺が平和に暮らせる世界を作るためにずっと一人で戦ってたんだ。今は訳あって母さんはイルリアから動けないんだけど、それも本当は母さんが死んでしまいそうなところをカイが命がけで助けてくれたんだ。あ、なんで涙と話が同時に出てるぞ。純愛じゃないですか。素敵な話ですね。死を超えた禁断の愛。私もそんな愛し愛されのめくるめく青春を味わってみたいな。そうなのか。でもシン。え？今はその誤解は解けてるんでしょ。だったらちゃんとカイさんのことお父さんって言ってあげなきゃダメです。じゃありません。すぐにじゃなくてもいい。きっとシンがそれを言いたくなる時が来ると思う。その時はね。そんな時来るかな。そういえばエルとかラムがよく言うお母さんってのはどこにいんだ。私たちのお母さんはね、本当はいないの。え？本当ね、ちょっと説明が難しいんだけど、実体がないというか。私たちバレンタインは
お母さんからお使いを頼まれたり、言いつけを守れと言われるんだけど、それは私たちが生まれた後で、なぜか記憶に埋め込まれてて、それを思い出してるだけなの。だからラムも私も実際にお母さんを見たり触れ合ったりはしてないんだ。悪い、俺なんか変なこと聞いちゃったかな。ううん、大丈夫だよ。むしろお母さんのこと話せるのはちょっと嬉しい。でもだからかな、私は家族ってものにすごく憧れるの。そっか、じゃあエレもその純愛ってやつを頑張れ。あれ？どうした？私にはそれが許されてないの。ん？なんでもないよ。それより今度ラムに会うとき私も一緒に行っていい？